はい、スピリと申しまーす。アークナイツやっていきましょう。というわけで今日は、なんかよくわかんない。エクシアがですね、レベルマックスの昇進ができるようになりましたよ。ということで、ちょっとね、前後で比較をしていきたいと思います。まあ、単純に、パッと見ただけではコストが上がって、上限解放。まあ、ステータス上限解放はまあ、いいとして、スキル、バーストモード習得。素質、スピードリロード、解放、攻撃範囲拡大ということで、ここらしいね。拡大範囲は。結構遠くまで行けるよというのと、バーストモード。通常攻撃が攻撃力の 100% での4回連続攻撃になるよと。で、攻撃速度プラス6。で、今のスキルが、3回連続で攻撃力の 109% の物理ダメージを与える。だから4回連続、それだけでも結構違うのかな。まあ、ちょっとこれをね、見るために、演習この辺行ってみようか。ちょうどいいし、ちょうどいいかどうかわかんないけど、ちょっとやってみましょう。さあ、行ってくる。よいしょ。ゴー。ちょっとからかってあげよう。敵が。スピード1倍ですね。どんな形になるかっていうのを見ていきまーす。まずね、普通にレベル50で、スキル1のレベルが3かな。まあまあ、この3体ぐらいでももう見逃すぐらいだね。ちょっと足りないなっていう感じ。ほっ。そうだね。この骸骨さんぐらいだったら倒せるよと。2体ぐらいだね。2体ぐらいまで。さあ、オッケー。じゃあちょっとこの辺で今日は撤退と。さあ、では。初めての星6昇進。行ってみま、しょう。おーはー、ごひいきにしてくれてありがとう。それだけか。ちょっと期待したけど、それだけか。で、スキルが解放されました。バーストモード。あ、これスキルのこのレベルアップは一緒なんだね。知らなかった。へー。で、バーストモード、通常攻撃が攻撃力の 100% での4回連続攻撃になるよっていうことで、単純に攻撃力2倍ってことなのかな。まあ、ちょっと見てみましょう。ステータスに関してはね、昇進したからって何か変わるわけじゃなくて、引き継ぎでレベルが上がればさらに上がっていくよっていう形になるので、まあ HP が多くて攻撃力359で攻撃速度が速いキャラクターだよっていう感じかな。さあ、さっきのところもう一回行ってみましょう。結構変わるかな。スキルがね、主に変わりますよっていうことだけど、それだけで強くなったように見えるのか。おい、コストがね、上がるっていうのがね、結構きついよね。で、コストが上がって攻撃範囲がこの2つ、ここまで届くようになりましたよと。で、攻撃力とかは一緒、変わってない。ただスキルが通常攻撃4回連続攻撃に変わったよと。お？ほぼほぼ変わらんなーっていう感じだね。さあ、この骸骨さん。骸骨さん2体ぐらいは倒せてたね。2体ぐらいは倒せてた。まあ、とりあえず今のとこ、スキルが変わったからってそんな大きな変化はないかな。このダンゴムシ2つ倒せて3体目にちょっと攻撃加われるぐらいだね。見た感じあんま変わらない。そっか。まあ、スキルが、結構ね、スキル変わるから結構大きく変わるのかなーって思ったけど、そうでもないみたいだね。まあ、そんなもんか。まあ、銃だって詰まる時はあるし、人生も同じだよ。
気にしない気にしない。もうすげえ慰められた。すげえ慰められた。そうか、スキルね。まあ一応デフォルトこっちになってるから多分スキル変わってるとは思うんだけども、変わってるよね。変わってるよね、多分ね。うん。まあこれはこのままでいっかな。で、ちょっとしかレベル上げれないけど、レベル上がったらどうなるかっていうのもだけでも見ていこうか。レベル40までいけなかった。残念。こういう感じ好きかも。お、で、これが受け取れた。最後にこれ見ていこうか。ザ・アミアはテストコレクション。テストコレクション。新聞配達員。地域限定。上等な素質、素材を丁寧に構成して作成されたクラシックモデルの復刻版。特定のファイル、カッターが付属している。何の話だい？人事で、アーミアで、服装で、こっちだね、試着と。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。アーミアの、まあ、突然ですけど、アーミアの、服装ゲットということで、耳二つバージョンね、アーミア。耳、四つか二つじゃないで、一、二、三、耳四つバージョンのアーミアをゲットしましたよ、と。まあ、そんなことはいいんだ。そんなことはいいんだ。突然入ってきたけど。おっ。お。さあ、レベルの上限解放でね、さらに強くなった。スキル自体の恩恵はあんまなかったね、正直なところ。アンセルさん。さあ、レベルがね、やっぱここで大きく変わってくるんでしょう。ね、アタックが100ぐらい、100も変わってないかな。まあ結構大きくなってるね。さあ、ダンゴムシ3体、倒せるかな？ダダダッ。ダダ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 ダ変わらんな。ですね、編集中にね、気づいちゃった。これ、スキル変わってなかった。なんと、デフォルト設定、キャラクターのね、このスキルのデフォルト設定ではなくて、この出撃準備の編成でここでスキル変えるんだって。いやー、恥ずかしい動画を作っていました。ということでね、ちょっともう一回改めてこれをポチってやって、ドーンと行ってみましょう。変わるかな？これ、スキル、今度は変わるんだよね。スキルこれで変わるんだよね。変わるはずだよね。行きます。はい、目標まで一直線。さあ、どうだい？私たちの力の見せ所よ。これね、スキル。あ、溜まってる溜まってる。溜まると、手動で発動のはず、今度は。さあ、来たよ。まあ、まずは通常攻撃をダダダッダダダッとやって、これが溜まったら次は手動で。ああ、でもやっぱ、通常攻撃は本当にレベル上がろうが変わんないね。ちょっと寂しいな、それはそれで。さあさあ、手動もうちょっとで溜まるね。これ倒したら溜まってくれるかな。あ、溜まった溜まった。さあ、スキル溜まりました。なのでこれでスキルを発動したら、私の出番ほい。おー、強えわそうかー、これは強えわ。でSP なくなって、はい、これ時間かな ?15 秒かな、なくなってと。あー、全然違った。ごめんなさい。はい、だけで、まあ、これだけの違いがありましたと。ね。私の出番は？うん。これは申し訳ない。ちょっとね、スキルのね、使い方が全然わかってなかったよということで。いや、反省です。はい、というわけで、スキルのね、では出撃画面のここで変えますよということで。いやー、まさかでした。まあまあ、もう分かってよかったや。いろいろね、あの動画編集しててあれおかしいぞーっていうところに気づけて、まあまあ、うん、よかったです。はい、というわけで今日はこの辺で。また
で、こういうね、なんか検証なに、なんなんなり、出していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、スピルでした。またね。